シックリンスワーズ。どうも。ゲストの皆様、こんばんは。小田県です。小田県です。小田県です。今宵も夏の夜に響き渡りましたね。はい。ということで、今回、こちら、えっ、ー、と、海外のホラーゲーム日本立て、新作のホラーゲーム日本立てでお届けしようかなと思います。行きましょう。あ。何をしてらして。はい。で、主人公はね、これ、覆面捜査らしいですね。はい。どういうお話が待ってるんでしょうか。 まあでも英文がずらってなってるんで結局わからないことには変わりないんですがやっていきましょう。雰囲気を楽しんでいきましょうね。うん。ワンちゃんが出てくるのこれ。どうなんでしょうか。はい。一応操作に行くのかな地下鉄。はい。えー、うわ、何ここ独特。<laughs> すごいな、ここのホーム。 ねえ、自動販売機とか売店とか、なんかベンチとかなんもねえぞ。<laughs> ボーリングのレールかなっつって。はい。こっちじゃあガタでしょうね。うん。ちょうどね、ガタ二つあるし。ボーリング場や。これ上がればいいのかなあ、違うわ。あ乗りますあれ。運転席に乗ろうかなと思ったのに。無理でしたね。あ。

母国語も出ちゃゃったじゃんえ何があったの、ね、電車のあの、レールの向かい側にカビゴンでもいたのかなカビゴンいればね、こうなるよな。はい。<laughs> ちょっとなんか違う <laughs>。思ってた感じのカーソルと違うぞ <laughs>。あ、レンダで開けんのか。はいはいはい。もう張り手しますね、完全に。はい。<laughs> 突っ張り続けてその道を行くみたいな。そんな感じありましたよね、今。ここはもう行けないな。 はい。何この下墨汁牧かなこれ何水なんか、やらしい動きしてますね、水。うん。一何言ってんでしょうね。本当に今何言ってんのかよくわかんなかったわ。ああ、行き止まりか。行き止まりでそんな急停車。よくできたね。すごい。運転手さん、感謝。さあ、これは、どういうことなんでしょう。誰も乗客いないじゃん。俺だけ 誰か案内しろ。はい。あ、向こう側に何かあんぞ。なんで雪降ってんのここ。地下よ。埃かなうん。あれってか。なんか、いないえ、いる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 。長い何かがいた。俺さ、あの、テーブルが置いてあるのかなと思ったんですよ、さっき。<laughs> 長いなんかいたな。はい。どうなってくるんでしょうか。 こっち行ったよね。ついていくか。多分ついていくと何かしらイベントあるでしょ。さて。あー。行き止まりですからね。ライトとか持ってないの主人公。若干暗いからな。うん。なんかこのホコリという名の雪という名のホタルすげえ綺麗じゃないねえ。すごい綺麗。実質雪子や。さあ。これで。 どっっちかは行ったんだあの長い生き物あれが現れるのかなああ、でも1周しただけか。こっちあなんか空気感変わったぞ。うん、なんかいる。何これちょライトとかないよね、本当に。えっ、ー、と、R ボタンでロケットラン、出ないですね。で、T ボタンでアルテマは出ないですね。はい。で、Y ボタンで X カリは出ないですね。はい。全部出ない。そして誰あなた。何してるの <laughs> なんか渋垣みたいなものがついてますね。 何これえなかなか奇妙な生物よ。あ、さっきいた子か。テーブルに見えたのよ、ここが。うん。疲れたのかな <laughs> 息切らして。あの子一人で多分50メートル走とかタイム測ってたんだろうな。ほい。とても頑張ったんだね。さあ、こっち側はうーん。スハスハ言ってる子だけで、 ああいうのをどんどん見つけていくとかかな。どうなんでしょう。あれなんか切り替わんなかった今。うわ、なんかいる気持ち悪いこれ <laughs> なんかこういうおもちゃありますよね。あの、なんか冷蔵庫とかにさ、ぶん投げるとなんかペチーンってはっついて、ペリ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 ,ペリって押していくやつ。ぽくない、ね、粘着力これに限って半端ねえな。パンパーンつって、一回で吸着しちゃうみたいな。なんもできないね。 ああ、なんか顔がついてる。スマイルポテトみたい。ね、う、え、ん。こういうポテトありますよね。顔を見たら若干可愛かったな。なんでしょ、うあの子たちは。さあ、この先に何があるでもなんか、向かってるところあってそうだね。はい。ああ、広いね。正面行きましょうか。さて、こっちに何があるふふ。<laughs> あれこれループかな 似たようなところにしか行ってねえ気がするわ。同じ場所じゃないよね、さすがに。これちょっと左行くか,か、じゃあ。これで左右どっちか行けば。ああ、でもこれ広場か。ああ、行けるわ。うん。こっち側はああ、岩で塞がれてるね。じゃあ向こうか。あーでもあってそう、これ。何が来るん、残暑。地域止まり。 あ、なんかあったぞ。なんだそれ。うわ、長っ。<laughs> マウスダックスフンドがいる。どう長かったよね、あの子。すげえな。ネズミよね、多分。さて。 あっちか行ったよね。左側も行ける。でも左側これ多分行き止まりなんじゃないかな。またさっきのクリーチャーみたいなのがいるかもしんないしね。うん。いねえわ。私の希望も虚しく、クリーチャー見れず終わりましたね。はい。何これ。あーこれはいけないと。行ったら死んじゃうよね、多分。じゃあ戻るのかなえー、でも、あそこを止めるために、じゃあこの、 パイプ伝ってバルブとかあるんじゃないかなあーでも向こうに伸びてるね。無理や。あっち側にダックスマウスが行ったから、マウスダックスか。え、どこ行くんだこれ。あっち塞がってるしな。いや、ちょっとタッチするわ、あれ。そう。越えられないみたいな。すり抜けられないって書いてあったんですが。かつお兄ちゃんにに被験者になってもらうですワンタッチあ、できねえわ。やっぱ戻るしかねえか。えー、どこ行くん あ、変わってるかこれ、ひょっとして。なんだ、あの正面。いや、変わってないか。うん。変わってないっすね、多分。いつ、あの、マウスダックスが追ってくるかもしれませんから、皆さん。気をつけていきましょう。あれなんかまた新しい場所に来ましたよ。はい。あれ、最初の場所や。振り出しじゃん。あれ、でも赤くなってるよ。こんななってなかったよね、さっき。誰がいらっしゃっすえぇ、ー ん<ー>いないね。あお前そこにのんきに立ってんでぶっ飛ばすぞ。また振り出しかよ。頑張ってくしかねえな。おう。またなんかあったぞ。これは何パイプ。2本のパイプ。全然フラグ回収ってわけじゃない。イベント回収でもない。 どうなってくんだってばよ。こっち行けねえもんな。またあのクリーチャーとかないのかな新たなやつ見たいよね。さあさあさあ。こっちは戻っちゃう。ああ、っちはマウスダックスがいる方だもんね。わかるか。なにここ。<laughs> そこであの、通れない場所があるんですよ。わかるかこれ。<laughs> さっき若干パイプたどってたよね。俺スルーした この手出たらさすがにするし内容わかるか <laughs> 結構同化してるからね。赤にして。なんでこんななんか特殊なバルブ使ってくれてんのありがとう。なんかいいんじゃん、向こうか。はいえあれ俺どっちも見せるっけ今。そう、こっちか。あ穴か。赤い穴がありますね。 こっち行けってことかなあー、そこが割れたのかな来るんじゃねえか、これ。あれ <laughs> 急に扉が出現したぞ。えはい、あなるほど。自分のお手手じゃ壊せません。おって感じか。はい。また開けてんぞ。そっちさ、これ破られたとあるよ。これ来んじゃねマウスダックス。ほら。 ここからドーンと追いかけてきそうじゃないまっすぐ行くか。急にドーン来るタイプのジャンプスケアやってやめてよ。右っ側行ってみようか。いやー、こういうのね、だいたい曲がるとなんかあるんですよ。ほら。階段じゃないあ、ほんあ、結構俺登りづらいよ。はい。新たな場所に来ました。ええ、何ここすごい湖がある。 あ <laughs> どっからこれ最初からじゃねえよな。スーって落ちたぞ、俺今。あ、よかった、こっからだ。いやーあ、じゃあ、ついでにこっちから見ます若干気になってたんですよね。あ、こっちから向けんだ。あー、繋がってるんだね。了解。 にさ、サムネ撮って、<laughs> 見えない壁あるかなと思って進んだらさ、落ちちゃったよ。溶けましたね、主人公。ほんのりと。あれ、いけないじゃん、こっち。なんだよ。リスポーンした方が早いね。さあ、最初に行った場所がじゃあ正解だったんだね。トゥルールートでした。何があるんだろう。入ったら死んじゃうし、 なんか見渡す限り水溜まりというか墨汁というか、あの松崎ルというか、ね、あの彼は墨汁みたいなものなんで。そう、いっぱいこの辺茂成分が含まれてるんで、どうするのか全然わかんないよね。それより俺が何言ってんのかよくわかんなくなってきたな。えっ、ー、と、これまっすぐ行けばいいのかなうん。ぽいね。なんかそろそろ来る気がするんだよね、さっきのマウスダックス。来るここ先行ったらどうなる 戻ったらドーンじゃないこれ。来るでしょ、絶対ほいよ違うわ、これか。わかりづら。で違うんだ。あさっきの扉の鍵を壊すんじゃないかもしんねえぞ。そう、鍵っぽいのがさ、かけられてたじゃん。あれを多分ぶち壊すんだと思います。行きましょう。ただ、この。 牧獣にそう、シゲル成分が豊富に含んでいるこの牧汁には気をつけていきましょう。はい来やがったな。あー、でもこっちだったな多分、多分多分ぶんそれ入ってんだ。キャッチ <laughs> <laughs> 何今の。母国語でない、多分 <laughs> いつもの俺の母国語じゃない。うん。待って、これ最初からじゃないよね。よかった。いくぞ。 OK! あまったーギリギリだよ。なんだあの、チューチューチュー。はい、うわ、気持ち悪い。はい。そう、この前ね、あの、自転車で、そう、自転車乗ってたら、自転車で自転車乗ってた。うん。そう、自転車乗ってたら、あの、たまたまね、前にデカめなネズミがね、シューンって撮ったんですよ。そう、引きそうになってね、めっちゃ多かった、あれ。 ゾッとしましたね。うん。それだけです。あれここはいけない。えー、っと。なんかまたピッケルみたいなのを取って、あ、ここかなえ何あ、そういうことすごいな。<laughs> さ、っき私の力じゃここは突破できない、いった人の行動じゃねえぞ、これ。<laughs> さっきの扉多分チョップで割れるよね、この主人公なら。<laughs> なんでピッケル探しに行ったんだよ、お前。 自分の腕力できるでしょはい、あぶ、そう、しかもね、あの、この前ね、また別の日に、そう、自転車乗ってたんですよ。またか、つって。<laughs> そで普通にね、あの、なんていうの、木と木の間でもないのに、道路なのになんかこの巣がね、顔面について、こういうしっかりしたやつじゃないんだけど、ちっちゃめの細長い2、3本のやつがね、こう顔に来て、そう、しかも服に雲がついてたんですよ。 驚きましたね。それだけです。あさっきの50メートル層疲れ。星がけがついてるよどうすえ、シャキンこれ G どこ向かってんのこれ G じゃねえか。よーく見るとなんか、錦 <laughs> 鯉の影みたいにも見える。うん。ちょっと風流ですね。じゃあちょっとこっちから行きましょう。あれこれこいつをチェックしてから。 一応ガシーンって言ったからもうアイテムみたいなの手にへ入ったのかな戻ってまた顔面に組むのつけて、あいけるやん。あれどんどん押すのこれヘッドして。違うよね。こっちああ、鍵だったんだ。オッケーループしてる気がする。おっと、はーはは聞こえるぞ。さあ降りて。うん。次は何が待ってるんでしょうか。魔法 マジでどんどん地下行くじゃん。地上に出さして、頼むか。うわすんげえなる。あ、ここ来たんだね。星きが。なんだ俺。すんごいな。はい。これ触れていいのうん。違いますね。これ一応灰なんだろうね。星柿言ってるけどさ。なんで岩入ってんのこのローの中に。うわこっちもや。あれあ、ここか。 <laughs> 何それ俺ワンクリックしかしてないよ、今。<laughs> 跳ね返ったんだな。やっぱこれ、主人公腕力強いよ <laughs>。なかなかありますよ、腕力。一発でパパパーンってきましたからね。んんんんんんうわ、気持ち悪い。<laughs> 何それ <laughs> はい。うわー、いっぱいいる、なんか。うん。ここにもありましたね。これは触れられないよね。無理や。さて、こっち側に謎の、 ハイハイしてる生物が、向かってきましたが。さっきさ、壁についてた子かなあの子がでかくなったみたいな。成虫になったんだ。はい。これはわははすこ<っ> <laughs> れどうすんの <laughs> あー、なるほどね。デスエンドかなあ、やっぱりそうですね。終わったよ。はい。 ロバートうん。あ,あ、またあなたか。うん。なんで雪降ってんの <laughs> 普通に聞いちゃったよ。<laughs> はい。だってね、こんな、んか、オフィスみたいなところで、マック食いながら、あ、あ、これ、マックのナゲットじゃねえわ。さっき壁に張り付いてた子か。<laughs> え終わったわ。<laughs> 英文結構長めだなーと思って待ってたら終わったわ。はい。どういうことだったんでしょうか。ではでは、次のゲーム行きましょう。The b i t m o No. うん。ではやっていきましょう。さて、こちらはどんなゲームなんはははは。<laughs> 体のバランスおかしすぎだろ。なんだこの子は。 早速クリーチャーが来ましたね。今回クリーチャーが主人公なんだ。はい。なんか電話かかってきたのかなうん。なんか目的地に行けなかったらしいから、車でね、その日を過ごすみたいな感じで説明にあるんですけど、はい。どうなっていくんでしょうかこの主人公はね。うん。結構会話長いよ。なんだ今はははは。<laughs> <laughs> ミキサーの中なのかなここ実は。はい。シェイクされちゃいました。ん何をするのはい。まあ、車の中にいれば大丈夫でしょ。多分。あれ電話つながんなくなったこれ。はい。クリック。んどうするのん急に来ないでよ。 頼むぞ。はい。うわ、この感じ怖え一応これはね、クリアを目指さず、プレイしていこうかなと思うんですが、そう。若干ね、戦う要素があるらしいよ。えなんかいるいないか。いや、ちょっと怖い、この静寂。 なんで急に静かになったの車の音もしないし。エアコンつけて音出そうあ、足音聞こえる。ほらほらほら。なんか来てねえか向こう。あこっち側からも聞こえる。どうすんのこれ声声声なんかいら <laughs> なんかあっちいらえこれどうすんだ 戦う要素つってもこれ何すんのか分かんねえぞ。消えたわ。鹿かよ。いやでも鹿ではない何かがいましたよね。ヤックル。どこ行くんだよ。かわいらしい。ヤックル今すり抜けたよな。木すり抜けたぞな、あのヤックル。すごいな。いや、また鹿。うん、鹿。ふふ。 何このサファリパーク。とんでもねえ地下観光スポットに来ちまった。うん。なんかバケモンが来たと勘違いしましたよね。はい。夜の10時15分。ほう。うん。でも、分数進むの早いな。え僕がいるんですかね。絶叫が聞こえました。はい。 誰の叫びでしょうかあ,あ、びっくりした。<laughs> またお前か。はい。あ、後ろから銃取り出したよ。はい。これで銃で戦うのいや、次鹿とか撃ちたくないからね。鹿撃つゲームだったら俺撃たないよ。一回も。これどうやって撃つんだろうね。ぽいものを。あ、じゃあ、試し撃ちしたいんで、遠くにいる敵に当たるかどうかってのと、試し撃ちで。 ついでに2個を試ししていきましょうどうやってこれ撃つのかわからないんでね。んあ、鹿だ。えー、鹿撃つゲームじゃないよね。絶対撃たねえぞ、俺。うん。こうやって、なんか対象物が来ると、赤くなるんだね。了解。これでも鹿とか撃たないと進まねえかな。あー、お前なるほどなー。これ多分、化け、鹿に紛れて化け物が来るんだ。 あーよくできてるね。急に来たりする子もいるんで気をつけていきましょう。どんくらいの距離から打てるんだろうね。上は上も来たりするかな怖え。球数もね、結構限られてそうだもんね、これ。あ、来た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 。いるいるいる、あっちに。打った <laughs> 完全にセイキンショットになってんじゃん。<laughs> セイキンさんショットや。あっちっかにいました、今。来るぞ、そろそろ。普通にクリックだね。これ場所移動はできないのかな赤道か。って、どう来るのかしら。いいね、これ。面白いわ。あっ。<laughs> <laughs> <laughs> なんだあいつは。まあ、でも今のクリーチャーより主人公の方が怪物感ありましたけどね。<laughs> 逆だろこれ。立場逆転しますね。ちゃっ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 て感じで来るんだ。さあどっからでも来なさい。怖くないわよもう。一番怖いのはね、鹿ちゃんを撃っちゃうかもしれないっていうのが怖い。 鹿鹿のの時だけ、ね、せんべいいがこの重から出て欲しいですよね、うん、さて、鹿ちゃんで。鹿ちゃんがさ、急に変化するとかないよね。うん。ここ信じましょう。ぽーンすごいね。<laughs> 面白い形してる。顔がスリッパみたい。もっと足音が2つ聞こえる。足鹿か。あ、でも一応こんくらいの距離から打てるんだね。了解。ただ、さささささっつって近づいてくるだけなんで、 遠くからこんな感じで来ないんじゃない変貌するっていうのが一番怖いけどさ。OK。いいね、このソワソワ感。来なさい。もうこの距離は撃ってないか。一応打てる打てるんだけど、5発になっちゃうからね。お、来たんじゃないあ、違うか。すごいな。<laughs> 聖地なんでしょうね、ここ。鹿の聖地。 何か、いいものでもあんのかなこの木から鹿せんべいが生えてくるとか。<laughs> 急にお前は喋るの。驚くから。さあ、完全にね、この、クリーチャー主人公が、一番なんか怪物なんじゃないかっていう説はありますが。どうやって生き抜くのこの子は。来た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 。鹿かい。鹿率が高いね。 怪物率は少ねえわ。どんだけ鹿を打たせてんだよ、このゲーム。ねえ。一応寝たんだ、これ。はいはい。んんな、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 それ。え、な、なんか、なんか寝ちゃった。あははは。<笑><笑>あ<ー>これ <laughs>、スペースレンダで主人公の目を覚まさせるみたいな感じだったんだ。わかるか。 はい。ということで本日、日本ホラーゲーム実況しましたがいかがだったでしょうかこの動画、このゲームがちょっとでも面白いと思ったらぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。ということでまた新作出たらやっていこうかなと思います。お疲れ様でした。バイバイ。